コンスタンティン・イオン・パルホンは、ルーマニアの神経精神医学者、内分泌学者、政治家。彼は1947年から1952年にかけて、ルーマニア人民共和国の初代国民議会、最高幹部会議長を務めた。また彼は、ヤシの医学博物学協会の会長、病院所長、研究者、医学研究所所長も務めた。クンプルングにて、 教師であったヨアン・パルホンとその妻、マリアの間に生まれた。彼は、プロイエシュティのライシーアムを修了し、その後ブカレスト大学にて、医学博士号を授与された。後に彼は、チェコスロバキアのプラ・ハカレル大学より名誉学位を与えられた。パルホンは1912年から1933年にかけて、ヤシ大学医学部にて、神経学と、 精神医学の教授を務め、1933年からは、ブカレスト大学医学部にて内分泌学の教授を務めた。特に内分泌学に関しては、彼がルーマニア初の教授であった。1909年に、彼は、モイセ・ゴルドステーンとの教授として、初の内分泌学書セクレッティール・アンテルネを出版、その後には、ゴルドステーンとしてファン・マリウス・ミルクの3人で、 A イハンドブックオブエンドクロ w ラジ r を3巻に、わたって出版した。彼は累計で400冊以上もの本を出版しており、またその高い知識性も評価されている。その他に、有名な彼の書籍として、オールドエイジイッツ・トリートメント、ザ・エイジ・バイオロジー、セレクテッド・ワークスなどがある。若い頃に、カール・マルクスの著書に影響されてきていた、社会主義革命家であったと彼は、 自身について述べており、事実パルホンはルーマニア労働党の結成にも関わっていた。1919年に労働党は左派のルーマニア農民党に吸収され、それからすぐに彼は政党を離れた。そして次第にルーマニア共産党へと傾倒するようになっていった。パルホンは数軸国側として第二次世界大戦に参加することに反対していたと言われているが、 一部の資料によると、当時ナチスドイツを本拠地に活動していた製薬、化学工業企業、メルクの代表に彼が就任していたともある。8月23日革命によって講和が行われた後の1944年11月、彼は自身の邸宅があるシナヤにて、ソビエト連邦との結束強化のためのルーマニア連合を結成。また彼は、 ルーマニア議会や大国民議会の議員にもなった。1947年12月30日に当時の国王ミハイ一世が強制大位となり、議会は立法第363番を可決。ルーマニアは人民民主主義国家宣言を発し1923年憲法を再施行した。また議会内から選出された5人の議員からなる常任委員会も、 同法によって国内における権力を増強することを目的に可決させた。その直後にパルホンは常任委員会議長となり、ルーマニアのリーダーとなった。1948年4月13日、議会はスターリン憲法を模範とした新たな憲法を制定。この憲法によって大国民議会に対して強大な権力が委任された。その後同憲法は、 常任委員会においても同様に可決された。同日のうちにパルホンは常任委員会議長に選出されたが、事実上の権力はルーマニア共産党の初期長であったゲオルゲ、ゲオルギューデジに与えられた。パルホンはルーマニアアカデミーや他の科学ソサイティのメンバーであった。彼は国から社会労働者の英雄という肩書と国民栄誉賞を授けられた。また彼は 自身のことを市民科学者と呼ばれることを推いた。1952年6月に彼は、政界から引退、予生を科学研究に費やした。死後、彼の遺体は、ブカレストのカロル広場内にあった、人民、母国の自由と、社会主義の英雄たちのモニュメントのラウンドホールに埋められた。ルーマニア革命の後1991年に、彼の遺体は掘り出され、 現在は別の墓地に埋葬されている。スワー犬、P279、ニクラエトール、P9 エビースヨーロアーヌ、P280 スワー犬、P103。ありがとうございます。